14回懇談会にお招きいただきました。ありがとうございます。不立大使のことは、まあ、申し上げた通り皆さん大変よくご存知ではないかと思いますけれども、初めての方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単にご経歴をまとめました。次のフリップお願いします。太平洋の島々から来た留学生、帰ってきた留学生とよく話をしたことがあったんですけれども、その1年間あるいは半年間の日本語の勉強の期間というのは、まあ、初めてその1年間の別科を終えて、まあ、一般 の、 学生と一緒に一般教養という、まあ、国際学科に入ったんですが、その先生が書いたことっていうのはそれぞれの先生によって特徴があるわけですね。その文字っていうのはで何書いてあるかって、もう本当絵みたいな感じで、全く分かんない。それで気がついたのはこれでは勉強についていかれないっていうことなので、積極的にその同じ、まあ、授業を受けてる学生のところに行って、自分のことを紹介したんですね。要は私の顔見ても日本人と思われたんですよ。やっぱりまあもしかしたら沖縄出身かもしれないっていうふうに見られたかもしれないけども、紹介し自分で自己紹介して、そこから彼らが取ってるノートを、3年間かけてですね、同じような形で毎日写してるんですよ。3年かかりました。はい、そうやってまあ試験も当然クリアされて卒業までこぎつけられたっていうことなんだと思いますけれども、やっぱり、ちょっと話戻りますけども、太平洋から来る方々なかなかその日本の授業についてこれなくてドロップアウトしてしまうっていう方が結構多いと思ってるんですけども、そこで、大使が、そこをクリアできたっていうのは、何かこうどっか秘訣みたいなところっていうのはございますんですか？いや、さっきも申しましたけれども、やっぱりそのお友達を作ってですね、そこでこう助けを、もらったっていうのはそれが一番大きいと思います。その頭の良し悪し、それから、勉強への意欲とともにやっぱりこう社交性みたいなところもとても大切な、まあ、異文化を学んでいく上でそこで溶け込んでいくのが大切だっていうふうなことですね。まさにそうです。それで、あまり変わってないですね。いや、どうでしょう、もう日本に来てからも高いのでこれがじゃあ、最初の、国際学科の時の卒業の時。そうですね、ちょうどその国際学科を卒業した時の1983年ですね。その写真です。はい、私は大学の時にはその海の安全というかライフセービングですね。でちょうどこの、まあ、A チームとして、初めて国際大会に参加したチームだったんですけれども、私もその学生の時にライフセービングやりながら一員としてこの初めて大会に参加したチームです。でこれはカナダの写真なんですが、カナダに、東海大学のチームとして、いやこれはですね日本ナスのチーム、日本代表として、はい、一応最初の頃は今も人数がもう全然10倍か20倍くらいなんですが、当時初めてその国際大会に出るには、選ばれたチーム A チームと B チームがありました。日本代表の A チーム、はい、ということで国際大会に出られたと。で、いうことで、この結果はどういう結果に？まあ初めての大会ですけど何しろ外国の選手っていうのは、みんな大きいんですよね、体が。で場合によって、まあ、国によってその職業にしてる国もありますので、もうまさにプロです。でこの時はもうほとんど学生が中心になって、まあ皆さんは、いろんな種目で、出てたんですが、今年もフールで、ちょっと去年より今年のタイムはあんまり良くないですそこの上りのところにもレインボーネシアとかいろいろな上りがあって、応援団がきっと皆さんが来てらっしゃいますけれども、今年は東京マラソンの実は前の週に、
いわきでもサンシャインマラソンに走る予定だったということで、それは、中止でしたか。はい、基本的に私は長距離があんまり好きじゃないんですよ。だけどやっぱり自分をこうなんていう試してみようっていうことでこのフルマラソンを始めたんですが、実はその今いわき市サンシャインマラソンですね、毎年2月に行われる予定にはしてるんですが、今回は大雪でキャンセルになりました。はい、先ほどもあの話ありましたけども、これは去年の10月ですね。はい、25周年のイベントですけども、ごめんなさい、11月1日ごめんなさい、11月1日失礼いたしました。25周年の、ミクロネシアと、国交開設25周年そうですのイベントがあって、何人ぐらい集まって、すごく多かったか覚えてるんですけど、私も本当に今まで、いろんなイベントをやって、まいりましたけれども、今回この25周年っていう大事な節目でですね、私もこう見てもあれ何人くらいいらっしゃったんだろうなと思って、非常に人が多くてありがたく思いますね。各国のご参加されてた大使方も、なんでミクロネシアこんなにいっぱい人が集まるんだって結構なんか皆さん驚いてらっしゃったと非常に記憶しているんですけれども、その時のキャッチフレーズが、お手元にも25周年のパンフレットを配られてますけれども、ありがとう、そして始めようということで、これまでの25周年の感謝と、それからこれからまた、新しい絆を築いていこうということで、ご活躍されているんだと、思っています。で、始めようのところをちょっとこれからお話を伺いたいんですけれども、これから日本とミクロネシア、どういうことを進めていかれようと考えていらっしゃるのか、もし特にこれっていうのがありましたらお聞かせ願いたいんですけど、ですね、今お話の中で、私はこの大使館で25年で、その前からも日本に来てて、いろいろと仕事の中でいろんなことを経験してきた。で、開けてみたら本当にミクロネシアであるいは島しょ国の、に対するそういう関心というのはどんどんこう上がってきたっていうことは、私も感じて、おります。どういうものが一番大事かっていうと、私が経験してきたやっぱり人と人のつながりっていうのはすごく大事だと思いますね。それが基盤になって次の世代にそういうふうどういうふうに進化していくかっていうのはとっても大事ではないかなと思います。先ほどその島サミットの話が出てるんですが、3年に一度この島サミットがあって、日本と島しょ国のその首脳たちがこう集まっていろんな意見交換しているということで、その中で私が一番なんていうかな、もちろん大事な課題っていうのはたくさんあるんですけども、環境問題でもあるし経済の問題でもあるし、ただその絆っていうのはすごく大事ではないかなと、それは全ての基本だと思います。ですからこの絆をこれから今まで作り上げたこの関係を、どうやって次の世代につなげていくかっていうのが一番大きな課題だと思います。これからぜひ皆さんのそういうノウハウをですね、さまざまなノウハウを取り入れながらこの絆をつなげていくっていうのが一番大事ではないかなっていう僕は感じております。フリッツ大使が、ずっとこれ日本にいらっしゃって、その間にいろいろな友好団体が、立ち上がりで長いこと活動されていらっしゃるんだと思います。今日もお越しになっていらっしゃると思いますけども、ミクロネシア振興協会とか、あと関西の方ですよね、主にはミクロ、フレンズ・オブ・ミクロネシア、パッチでしたっけ、ポンペイの学校の支援から立ち上がってずっとやってらっしゃる団体もあるんですけれども、この、1、2年ぐらいの間で新たな動きっていうのもし何かございましたらご紹介いただけますでしょうか。この、いわゆる、人と人のつながりっていうのはすごく大事であって、この歴史的な関係を踏まえてどういうそういう政策を、あるいはどういう、そういう政策を持っていくかっていうのが一番大事ではないかなと思います。それで最近この1年間の間で、先ほどこのリビンが
いまして、その1便が昨年、高知県の方から、飛びました。この高知県というのは今の大統領、県大統領、エマニュエル森大統領の、ひいおじいちゃんが高知県出身なんですね。その観点からこういうプロジェクトが進んだんです。でその便を飛ばす前に、高知県の、高知ミクロネシア友好交流協会が発足しました。でその発足した後にその便が飛びました。で、飛んで、で、帰ってきました。で非常に嬉しいことがありましてですね、向こうから帰ってきて、これからミクロネシアに対してどうすればいいかっていう話が出まして、今出てるのは民間を取り入れながら、小規模でもいいからできるものからこう考えていきましょうと。で、高知でいうと次のお願いします。タルイモを持ち帰ってこられて、それを今なんかセンター高知の方でいろいろ分析されていらっしゃるということを聞きました。はい、12キロくらいのタロイモを向こうから持ってきて、その高知県の試験場に出してですね、その結果が出ました。とても素晴らしい、そのタロ焼酎です、タロ焼酎、焼酎ですね、ができまして、実際に私も高知行って、試験場行って、で飲んできました。でとても美味しいです。まあこういうような民間レベルのそういう活動がですね、スタートし始めてます。はい、まあチャーターフライトっていうのは一回こっきりで終わってしまう時が時々あるんですけれども、それをこうそうならずに、それをこう次にこうつなげていくっていうステップをいつもなんか考えて、大使の方では次はどうしたらいいんだろう、次どうやっていこうっていうのを、まあ、お考えになってらっしゃるというのを非常に私も常々感じてまして、で、まあ、この間も今回のアメリカに行った時に高知にもぜひ行ってきてくださいよってことで、私も明日からまた行ってくるんですけれども、あとは鹿児島の方でも何か動きがあるっていう。そうですね、鹿児島の方は漁業の面なんですが、太陽供養の子会社ってタフコっていう会社がございまして、2年前からミクロネシアのうち の漁業公社と合併を結んで、まあ、その魚を取って日本に輸出したりとか、そういうような、事業が集まって、でもう一つ今その鹿児島枕崎の方でですね、今の会社が関わって、あそこの、プロジェクトを立ち上げて、船がですね、ミクロネシアの海域で、まあ、カツオを取って、全部それを持ってきてカツオ節にするというようなプロジェクトが今進んでいます。今度2年目になるんですが、本格的にそういうような、プロジェクトを進んでいくというふうに考えております。で、実はその関連でですね、その漁業だけではなく、そのミクロネシアの魚が鹿児島に入って、枕崎に入ってるっていうことで、もう少しその市民の人たちにミクロネシアに馴染んでもらうっていうことで、一貫のプロジェクトでですね、ちょうど今年の夏に、枕崎何でしたっけ、フェスティバルですね、お祭りがありまして、ぜひミクロネシアのことを盛大にピアしようっていう話が今出てます。そのピアの姿としてはもう来月からスタートします。で8月に向けて最終的にその祭りに出て、大きくミクロネシアのことを紹介するっていうことです。はい、あとは、いわきの方でも、2回続けて、ダンシングチームが行って、いわきの舞踊祭の方にもミクロネシアが参加されているということで、なかなかこういう東京に暮らしていると、ついついこう東京のことばっかり考えてしまうんですけれども、日本が広くて、日本各地いろんなところでいろいろなこうつながりができていくっていうのが、まあ、おそらくこれから、私たちの太平洋とつながっていくのも大切なことなんじゃないかなと思っています。あと沖縄にも確か去年カヌーのなんかプロジェクトがあったんですよね。そうですね、去年には政府の支援で、
沖縄海洋博物館ですね、中国の、ポロワードから、カヌーが来まして今展示されています。沖縄行く時にはぜひ見に行ってください。でもそれ以前2隻も日本にも来ました。1隻は、ですね、大阪民泊の方にですね1隻あります。チェッチェベリーっていう船なんですが、沖縄の海洋博の時に来たんですね。確かそうですね。1975年。はい。でもう1隻はそなた学園の方に置いてありますので、今3隻は日本にあります。まあ海は日本とミクロネシアをつなぐ海洋であるということをよく言ったりしますけれども、まあ古代からそうやって海、いろんなこう航海をして、日本とミクロネシアとの間でも、まあ、もしかしたらなんかね逆浦島伝説とかもあったりもしますんで、つながってたんじゃないかなっていう気がいたしますけれども、そういうそのまあ日本それからミクロネシアの、いろいろなこう小さなでも大きな小さくてもでも大きな動きっていうのがつながってきてるんじゃないかなと思います。先ほど の沖縄の話も、そこでつながった方から、テレビの番組の方の話が言って確か、いつでしたっけね、BS でミクロネシア のポロワットとテレビの番組があったと思いますけど、そういう形でいろんなことが、まあ、一つ一つが積み重なっていて、これから の両国の関係あるいは太平洋と日本の関係というのもつながっていくんだと思っています。で皆様方もフィールドがいろいろ と、ビジネスだったり観光だったり、国際交流ってするかと思います。それから、対象の国も太平洋全域の場合もあるでしょうし、パプアニューギニアでもミクロネシアでもまたあると思いますけれども、ぜひまたミクロネシアとの関係でですね、大使館の方もいろいろバックアップしてくださると思うので、こんなことやってみたら面白いなっていうことがあったら私どもでも構いませんし、また大使館の方にでもご相談いただけると、なんかいろいろアイディアを出し知恵を出し合ってこれから の関係をまたつながっていけるんじゃないかなと思っています。で、ちょっともう時間もそろそろ限られてきているので最後になりますけども、今年島サミットが来年で設定しました。いよいよあるということで我々の準備にかかりたいわけなんですけども、次回は、まあ、いわきでやると。いわきはたまたま、たまたまっていうのかな、この2年間舞踊祭がやってるところなんですけれども、何かその島サミットについて大使の方から、まあ、今大使は在京大使館のディーンということで代表もされているので、そこら辺でこういうふうな風に進めていったらいいんじゃないかなっていうことがあればぜひお伺いしたいんですけど、島サミットがスタートしてからもう最初から関わっています。でその島サミットがどんどんこう進化してきて非常に素晴らしいことだと思います。これからまあ、第7回、いわき市でやるっていうことで、今までこの島サミットのもとでいろんなイニシティブがありまして、もう少しこのイニシティブをですね実現できるような、でぜひたくさんの方々がそれに関わって、その同小国に対して、これが日本との関係を、ね、どういうふうにこう強化していくかっていうのはとっても大事だと思います。一つ、まあ、今特にミクロネシア連邦としてはですね、この、25年っていうのは非常に長い道で来ました。で見解っていうのはあるわけですね。大使館としてどういうふうにこれから民間とのつながりを作っていくかっていうのは、で先ほどミクロネシアに貢献していただいた NPO のクルーとか本当に今までサポートしていただいた方があったからこそできます。そしてもう一つの方法としては実はその地方に行くのはなかなか難しいっていうことで今、その名誉総領事っていうのはですね非常にいい力になってくれる。で今最初は近畿地方の方に名誉総領事を置きました。その結果は素晴らしいです。いろいろとその民間レベルとの交流ができました。で次は北海道なんですね。で北海道も重要な地域であります。でこれからまたその、九州沖縄、またはその、日本 と小国のつながりがあるところですね、やっぱりそういうような形でできればより大使館のいわゆる都小国の大使館がねそのいろんな付き合いができるようになると思うんですね。ですからこれからまた一人一人皆さん、東小国またミクロネシア連邦
の友人で、いていただければ大変ありがたいと思います。まあ、島サミットはそのいわき市をですねどういうテーマになるか分かりませんが、ぜひせっかくこの舞踊、伝統舞踊が2回もありましたので、それを通してですねよりいいプログラムができますように大変期待しております。ありがとうございます。やっぱり一つ一つ重ねていきながら同じことをやっていくんじゃなくて、もう一歩踏み出していこう、次こんなことやってみようということで、関係が深まり発展し広がっていけばいいかなと思っています。センターの方も大変小さくて微力ですけれども、皆様のそういう活動をぜひ支援していきたいと思いますので、これからもよろしくご指導をお願いしたいと思います。それではちょっと時間オーバーいたしましたけれども、第2部はこの辺で、終わりにして今段階の方に行きたいと思います。クリスさん、今日は本当にどうもありがとうございました。